やあハロー、こんばんは。はい、現在12月16日木曜午後7時5分ですね。はい、今日はうちの方は仕事ですけども、買い物行った隙に3、4話ですね、ジャシンちゃんドロップキックダッシュの3、4話撮影して、アップで、5話、6話普通に見て、今7話を、撮影してアップ。さあここから、8話ですね、行きたいと思います。はい、僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。勝負に乗ってジャグリングして、ハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を辞めてマジシャンになり、そしてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活しています。むちゃくちゃ自粛してますが、自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で、550作ほど見てきてます。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなどなど、すべて説明文にまとめてますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生ですよね、ですね、作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。ただほとんど消えてます、ごめんなさい。理由は最後にお話ししましょう。そして来年の9月頃でかい発表ができるかなと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。じゃあしんちゃんドロップキックダッシュ8話、 D アニメストア、3、2、1、スタート。あ、そうや。魔界学校3年パズズ組あ、転校生なんやね。これペルセポネの母ちゃん、これガネーシャやね。これこれしかないんだけどって骨抜きにされる。いやいや、どっち断片か。腕が死んだ あれ、気合で生やしたぜ。チャンリンシャン振るデジャブか、前回のね。
微笑ましいな。今の D、あの D アニメのサムネです。キュウリのおしんこ。大惨事になっとるよ。ゴブリンまた死んだ。これペルちゃんの母ちゃんやね。あ、そんなに？メデューサたちは行き来自由なんやね。そういえば、キラーじゃないな。そうなんじゃしんちゃん。私も視聴者も。イ キリ悪魔。魔界に普通に電話つながるのおもろいな。まあ知らん番号やもんね。
1500円。なんかシリアスな会やな。ピノも天下に帰ってんの？ああ、天下に帰らへんのか。輪っかがないから。ああ、あるある。セミファイナル。あ、正面かけられた。そうなの。珍しくなんかね、シリアス回というか。負けたね。710円。何枚やったかで、なんか記録数えとったな。1枚やったっけか。ゾンビ。ヒップホッパー。嬉しそうな。ソフトクリームじゃなくてハードクリーム。うまいな、ハードクリームはね。
察知したかな。虫歯菌みたいになってるやん。まあ虫歯菌やねこれは。そんなんいいの？これはもうユリネなりにこう励ましてるわけやな。ああ。5話か6話で出てたなこれ。鳩男爵いやコードギアスやんけ。自撮りだけに。ジャーマン。あ、帰ってきた。綺麗なジャーマンやったな。デッドエンドにしかジャーマンやったね。
あ、ほんまや。増えとる。いや、悪魔や、何してんねん。あ、福山潤さん出てたの？いやー、しんみり会やったなー。あ、これランラン。ハシビロコ。鳥ね。よ。はい、ってことで、終わりましたが、今回はしんみりしたな、なんかええ話やったな、そのミノスとの出会いね、なんかミノタウロス族やからとみんなにこう怖がられ、まあ、虐げられというか無視されてたところを、まあね、チャンリンシャンが助けると、チャンリンシャンって古すぎて誰がわかんないよ今の若い子ら、うん、あ、いやいや、もうほんまほっこりしたな。で3人なんでドッジボールでやりすぎてね、3人がこう、廊下に立たされると、すごくいい光景でしたけど、まあそんなこともあったなと思い出してたのが、なんでかというと、みんなが魔界の祭りに行って1ヶ月は帰ってきてなかったからっていうことでね、まあ非常にこう寂しさを全開に出すジャシンちゃん、まあ良かったですね。がまあ街中でね、あのポポロンと出会った時のあの喜ぶ顔ね、お前はいたのかみたいな。やけどまあまあポポロンはポポロンでね、そのもしもペコラがお前を残して展開に行ったらどうするって言ったのをちょっとこう考えてしまうみたいな。よかったし。で、まあ何よりもユリネがね、ユリネがその、何、悪魔のコスプレをしてね、こうちょっと元気づけようとしたんですよ、あれは。まあ虫歯犬にしか見えなかったけど。あ、よかったな。で、そっからまあまあクオリティ高い悪魔のね、衣装を作って、あ、ええシーンやなと思いきや、ちょっとね、胸がないことをバカにするというのでね、まあそっからまあ衣装を作っ、あ、ちゃちゃね、
あ、ツインテールにしたのもよかったな。で、やっと帰ってきたら、帰ってきたでね、強上がるジャシンちゃんが、ジャシンちゃんらしいなと。で、こうね、あのお土産、何あのダッサいお土産やと思ったけど、まあ、あの、ペルちゃんが腰骨行かれましたけどね、その嬉しそうなジャシンちゃんを見てる、ユリネがこうね、いい顔してたなっていう。なんかもう全体的に非常にほっこりする、これ神回でしたわ。ね、ジャシンちゃんドロップキックで神回と呼べるのが初めて来たかなと。すごい良かった。うん。なんかこう心が浄化されましたわ。はい、ということでジャシンちゃんドロップキックダッシュ8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、お願いいたします。はい、今、僕はね、ほんまに仕事がなくてですね、なるべく貯金持たせよう思ってほんまに家にいる。その間にアニメにはまりましてね、去年の3月27日にね、バイオリティバーガーデン10話のリアクション動画を投稿したのをきっかけに、アニメリアクターというものを何気ねか始めて、今1年9ヶ月目なんですけども、2ヶ月前の1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画を失うというね、悲劇味わってます。特にこの2桁しか再生が取れてない僕がね、全部4桁以上、2つが3万再生近くいった馬娘を失ったのはほんまに痛くて、そこからが全く伸びない。うん、今ほんまにもうずっと底辺、窮地、ずっとそこにいますね。まあ、ただね、今はまた一から根性入れ直してやってます。ぜひ応援よろしくお願いします。しかもここはワンルームで母と同居というね、アニメリアクターとしては一番のもうでっかいハンデを持ってますんでね、様々な工夫をね凝らしながらやってきてますんで、やればできる、諦めない、これをね皆さんに感じ取っていただければなと思っております。で、大量削除により、まあ、再生リストにはほとんど動画が残ってないということです。まあ、詳しくは10月5日6日の僕のね、生配信の、アーカイブを見ていただくか、もしくは翌日にアップした、嘆き動画ですね、過去の再生リストに全部にくっつけてますんで、よかったら見てみてください。はい、ただもう負けずにやっていくんでね、一緒にアニメ楽しんでいきましょう。ただ僕は大道芸人パフォーマー、これが本業ですから、ホームページ PV これをね見ていただきたいんです。お願いします。で、大道芸に興味を持っていただければ嬉しいことですし、僕自身に興味を持っていただければ最高なことです。ただね、この僕のアニメリアクション動画をきっかけに、僕を知っていただいた方4人がですね、今までほんまにショーを見に来ていただいたんでね、ありがたいことです。なので僕はとことんですね、家にいてね、とことん撮れる時に動画撮ってバンバンアップしていきますんで、まあそれでまたね、僕を知っていただいた方に、またショーをね生で見に来ていただけるようにですね、頑張ろうと思ってます。貯金続く限りはマジで、コロナ禍の間はねアニメリアクション頑張りますんで、応援してやってください。はい、以上マジで動画に浜でした。どうもありがとうございました。では。